皆さん、こんにちは。日本をかっこよく結び大学でございます。今回も、赤穂老子についてのお話をしていきたいと思います。えー、今回お話しいたしますのは、この野党エモ七十17歳。17歳と書いてますけども、当時は数え年ですから、今で言ったら16歳。ちょうど高校1年生ぐらいの年齢になりますかね。もう1名登場人物がございまして、こちらがおせんちゃん。おせんちゃんが当時で16歳。今で言ったら15歳。まあ、中学3年生ぐらい。 今ですと違法な <laughs> 関係みたいなふうに言われてしまうかもわかりませんけれども、えー、そんなことはございません。こちら大変清らかな黄砂の物語ということであります。赤浪市といえば、12月14日の内入りの物語が大変まあ有名でございまして、毎年12月になりますと、もう赤楼市の中心蔵のというのが、もう江戸時代からずっと定番で、 上映されてきたものなんですね。えー、ところが、まあ、最近では全くこれがテレビなんかでも扱われなくなってしまった。もう大変残念なことに思います。その赤殺しの物語というのは、まあ、その四十七士実は一人一人について大変こう深いエピソードに関する物語というのがついておりまして、今日お話しするのはその中の一人、野党 m モという人物のことであります。 えー、雇いもしっていうのは、あの、打ち入れの時に、えー、まあ、17歳だったんですけども、これはあの、王子力、倉之助のせがれですね。え、息子さんであります、あの、王子力が16歳ということで、まあ、1個年上。でも、四十七支の中では、若い方から数えて、下から2番目といったような、まあ、そんな風な人物でありました。ただ、当時はですね、現代と違って、まあ、栄養状態がだいぶ違いますのでね、当時の数え年17歳、まあ、今でいう16歳というのは、 現代の感覚で言ったら、12、3歳ぐらいの子供ぐらいの感じじゃないかというふうに思います。あのー、まあ、従いまして、はじめですね、大石蔵之介は、エモ七が四十一、あうち入りに参加するということに関して、これもう、あんまりにもお前若いから、お前はダメだと言って許さなかったって言いますね。でも、まあ、最後は、エモ七の情熱に負けて、あい,い、わかったならば、仲間に加われということになるわけなんですが、このエモ七、 実は、大変な美男子だったそうです。キラ邸に打ち入りまして、キラコ之助の,の首を上げて、それをまあ、槍にこう吊るしましてね、戦学寺へ向けて四十四死が歩いていくわけです。実はその時に、女性が一人混じってるって噂が立ったんです。女性が、いや、四十四死に女がいるぜ。えー、ほんとかよ。ほらほら、あれあれ。あれ女じゃないか。バカ野郎、お前。あいつは、あれお前、野党へ持ちと言ったな。 まだだだ少年だよ男の子だそうなんだ。いやそれにしても随分まあ可愛らしい顔してっていうふうにうわさが立ったぐらい大変な美男子であったというふうに言われています。時は元六十五年の秋のことです。討ち入りがあった年ですね。この年の秋、まあ、大体あの10月の下旬ぐらいに江茂七は江戸に入るわけです。 大石世左衛門と一緒に浅草のですね、花川戸の裏手にありますお店の中に住んでいるというふうな形をとっておりました。近くには浅草山の聖天宮がありまして、そこは昔から紅葉の名所なんですね。秋になりますともう、あの、真っ赤に楓が咲く。そしてまた黄色、真っ黄色のね、イチョウがこわっとなっている。 大変な景観だったそうであります。まだまだ隅田川の水も透明で綺麗だった時代のことです。透き通った青空、ぽっかり浮かんだ白い雲、隅田川の川面には浅草山のね、真っ赤に燃えたもみじがパーッと映るわけですよ。川向こうから浅草山を眺める真っ赤な山があり、そして川に映った真っ赤な景色がある。風情がありますよね。まあ、そこをね、当時は 基本的に交通っていうのは、今みたいにタクシー、あの、陸上走るタクシーはありませんので、当時は船に乗って移動するということが行われました。屋形船に乗って、このモミジを見ながら、どうもどうも。ああ、秋の酒というのは、あ <laughs> あ <laughs>、たまりませんな、なんていうね。まあそんなふうなことがよく行われていたんだそうであります。まあそんなある日のことを、せっかく江戸にやってきたわけですからと言って、江本七が、 浅草山のね、もみを一人で見物に歩いていた。でその時に、浅草山の崖の上からね、赤色の、モミジ色の、これ光線と言うんですけども、このセンスここだけ赤いんですけど、光線っていうのはこれ全体が,あの全体が赤い、まあそういうセンスなんですが、このセンスがね、崖の上の方からひ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 らとこう落ちてくるわけです。おおおぉ、おお,お,おなんだ いやあ、かて、まあ、もみじのように美しいセンスだけれども、誰が落としたんだろう。でも父はね、この落ちてきたセンスをパッと受け止めますとね、持ち主に届けようと思って、坂道に登っていくわけです。するとそこにね、年の頃なら同じぐらいの若い娘さんがいるんです。当時は元禄のようです。まさに日本中がね、好景気に湧いたそういう時代ですよ。しかもこの少女、お金持ちの娘さんと見えて、大変に美しい生き物を着ている。 美少女が美しい着物を着たらますます生えちゃいますよ。もう本当に可愛らしかったと思いますよ。エモシが声をかけるんです。もしや、このセンスはあなた様のものではございませんか余計なことしないでと言って真っ赤になってその女の子。そのまま走り去ってしまった。近くにいた街角のおじさんがね、言うんですよ。ああ、そこなもう、おぼけさん。ダメですよ、山のことしちゃ。 ここは、もみじくようって言いましたな。年頃の娘さんが、良い夫が見つかりますようにと言って、この光線を崖の上からパーッと投げるんですそれをね、あなた拾っちゃったら、雰囲気ぶち壊しでしょうが。お、何それは誠でござるか。いやいや、それはもう大変申し訳ないことをしたな。謝れてもならぬが、あの娘子はどこに行ったんであろう。もう見つからないんですよ。 まあね、知らなかったこととはいえね、ささやかい願いを邪魔しちゃったわけですよ、もしそれは、万州は後半からできたばっかりですよ。まあ、ある意味、まあ、昔の言い方するならば、悪いけど田舎者なんですよ。色男とは言っても。もしシチ、まず、あ、いうことしちゃったな。って思ってるわけです。で、一言謝ろうと思って、 もしかしたら浅草山に行けばまたあの娘さんに会うことができるかもしれない。浅草山へね、ちょこちょこ出かけていくわけです。2、3日経った頃、エモシシはようやくその女の子を見つけます。この時にこの女の子がモミジの枝を取ろうとして一生懸命こう背伸びをして一生懸命葉っぱを取ろうとしていた。見つけたエモシシ、これはチャンスだと言いまして。 おどきなさい。私は取ってあげよう。と、言うや否や、抜く手も見せず早技で、刀をパッと抜いたのに、えいっと言って切って、上から枝がふわふわふわっと落ちてくるのを、パッと受け止めて、どうぞ。いやーね、これ、内心ね、決まったなーと思ったと思いますよ。ところが、まあ、なんということを、私は願い事を書いた短冊を枝に結びつけようとしていたのです。それを切り落とすなんてひどいわ。 と言って、女の子また走って逃げちゃった。ね、田舎から出てきたばっかりの絵モシシそれはね、花のお江戸の若い娘さんのね、ね習慣なんか知るよしもありませんよ。親切にと思って本人やったんです。また恨みに出ちゃった。男性ってよくあるんですよね。良かれと思って、女性に対して、こうね、いろいろするんですけども、かえってそれが貧しを買ってしまう。で、言われるのがね、 あなたってデリカシーないわね <laughs> いや、それ <laughs>、デリカシー、あるかいそんなもんって思うんだけど、ね、相手が女性じゃそうも言えないんでね、これ男性の方であれば、なんかこうちょっと分かっていただけるところもあるんじゃないかなというふうに思います。それから何日か経ったある日のことなんですが、エモシチがカーベリを歩いていました。するとね、またその少女に会うんですよ。見るとね、隅田川の川もに、何やら荷物のようなものがぷっかりぷっかりと、 浮かんで流れてるわけです。えもしね。いや、こないだも間違えたし、その前も間違えた。ああ、また間違えちゃいけないな。ちょっと、慎重に今回は声かけようごめんなさい。何か流しておいでなんですかこれも何かの習慣でしょうかいや、本人は気遣って言ったつもりでいたんですよ。ね。ところが、違うのよ大切なお届け物の荷物を川に落としてしまったの で、お願い拾って、ええー、って言うわけですよね。驚いた絵もし、思わず、やっぱりね、これはね、男の子ですよ。着てるものをパッと脱ぐと、ふんどし一丁になって、川にザブンと飛び込んでザ、ザブン、ザブン、ザブンとやって荷物を拾って、少女に届けるわけです。ね、無事に荷物は、とはちゃんと拾ってあげた。少女はあ、ありがとうございます、ありがとうございますって言って、いやいや、大したことじゃないですから、いいですよ。 と言って、かっこつけて、かっこつけて少女がそのまま行ってしまう。見送ったエモシシ。おっ、角を曲がったな。ひきしう寒,寒い、寒いっこだったマまい、こらこうなったら、もうね、走るしか体温を上げる方法ないじゃないですか。エモシシ、ね、着物を持つと、びしょびしょの体のまんま、 走っ,て走って家まで帰っていくその少女うちに帰りましてお父さんお母さんに「父上母上今日はこのようなことがあったんでございます」と言って報告をするわけです何汚染そのようなことがあったのかいや相手は仮にもお武家様であろうそのようなことをして「お前お礼は言ったのかはいお礼は申し上げましてありがとうございます」と「お前なあ そ,そんなありがとうございますの一言で済むようなことで悪いお礼をしなければいかんな。うん。おせんそういえば、この間、いただき物の,のあの単物があったな。大島のあれは、大島のつぶぎの割といい記事だったと思うんだが。はい、ございます。うん。その着物でな。お前、その相手のお武家様の身長とか、覚えてるかはい、覚えております。ならばな。 着物をちゃんと作ってやれ。なその着物を届けて、で、ありがとうございますと言ってちゃんとお礼をするんだぞ。はい、わかりました。ってなわけで、おせんちゃん一生懸命着物を織ることになったんです。そして、この、縫った着物を、あの、浅草の裏手に、のお店に住んでいるってことはわかったんで、そこにお届け物をするわけです。あの、先日はありがとうございました。こちら、つまらないものでございますが。あ、いやいや。 そのようなお気遣いはご妙に願います。せっかく心を込めてお縫い申し上げましたのに、受け取っていただけないなんて、ふっと言って、おせんちゃん泣いて帰ってしまうんです。着物をそこに置きっぱなし。えもしち、先輩に聞くわけですよ。先輩、こんなことありましたけども、どうしたらいいですかおバカだな、お前は。 お前が、お前がやったことでせっかくお礼で持ってきてくれたんだろうなそれをお前きお、お前、ちゃんと着てあげるの、ありがたく、ありがたく頂戴して着てあげるのはお前、男として礼儀っちゅうもんだろうえあ、そうなんですか,か当たり前だお前。何考えてるんだバカタレ。という話になってくる。ねそれでま着物着るわけです。ぴったり。見事なもんですよ。当時のね、女性っていうのは。こんないいものいただいて、 ただ黙って受け取ってるっていうわけにもいかないわけですよね。やっぱりギリがたいわけですよ。まあ、一言お礼に伺わなければならないな、ということで、おせんちゃんの家を訪ねていく。大変な大棚なんです。あの、正家なんですけどね、正家の娘さんで大変な大棚でして。ごめん。カクカクしかじかで、えー、お礼を申し訳に訪ねてまいりました。ところが、会えないんですよ。おせんちゃんに。おせんちゃんね、 何日もかけてね、着物縫ったわけですよ。で、体壊しちゃったんです。しかも、もともと、不治の病があった。まあ、多分、当時の時代からしたら結か、結核かなんかでしょうね。不治の病、もともと病弱だったところへ持ってきて、ちょっと無理をしてしまったがために、病がただってしまった。ばあやが出てきましてね、おせん様は、もう余命行くば福もございませぬ。 お心がけはききちんととおお伝えしておきますありがとうございますいろいろそこでバーヤやに話を聞きましたらこのおせんの実家お茶屋さんでございましてこのお茶屋さんがキラケにお茶を届けてるって言います宇治のお茶をね。ということはキラケで茶会が開かれるということになれば当然おせんちゃんの家からお茶が届けられる。 ということは、おせんちゃんに近づけば、きらこうづけが屋敷にいる日が明確にわかる。でも、えもしにしてみれば、あの、愛らしいおせんちゃん、何度も何度も自分が、ね、再三にわたって傷つけてしまったおせんちゃんを、ただ、政治的に利用するっていうことが、自分の心の中で許せれない。しかも、自分は、打ち入りをしたら、その後死ぬ身ですよ。 いくらおせんちゃんのことが好きでも、もう向こうなんかで好きになってるんですね。好きでも、俺は彼女を幸せにすることはできないそうと分かっていながら、おせんちゃんの家がきらけに出入りしてると知って、俺はおせんちゃんに近づきたいと思ってる。それっておせんちゃんを利用していることになるよな。そんなことしていいんだろうか。悩むんですよ。でも聞けば、おせんちゃんの命はあと半年だって言うんです。おせんちゃんも、俺も、 長くはない命せめてその短い間だけでももう一度会いたいいやしかし会うっていうのは利用することになるそんなこと俺は許せないエモシの頃は知事になれるそれでも会いたい無性に会いたい十二月十四日朝から心身と雪が降る日 屋敷にいたエモシのもとにおせんちゃんがやってくるんです。おせんちゃんはひどい高熱でした。おせんちゃんはエモシに告げるんです。今夜、キラ家で茶会が開かれます。キラ様もご在宅でございます。あ、はい、わかった。ずいぶん顔が赤いぞ。熱でもあるんではないか。高熱じゃないか。いやー、一切は承知した。だがとにかく今、カゴを呼んであげるから、とにかくすぐに帰って暖かくして休んでくれ。 エモシシは、高熱に汚されているおせんちゃんをかぐやを呼んで家に返しますと、すぐさま、打ち入りの仲間に、今夜、と報告をいたします。一方、もともと体が弱かったおせんちゃん、無理をしてエモシシのところまでやってきた。そのために、風を、さらに風をこじらしまして、ついに布団に寝込んでしまうんです。そしてその日の夜、打ち入りが行われる。打ち入りの翌朝、ばあやが、おせんのばあやがね、結曹会でおせんの部屋に取り込んでいきます。 今朝、早くに深川へお茶を届けに行きますとね、大変な騒ぎで何でも悪王の老子がキラテに打ち入ったとか。そこへね、引き上げの老子がやってきたって言うんです。エモシチ様はいましたかは、は、いましたとも言いましたとも。バーヤを見つけたエモシチは、大列を抜けてね、バーヤのところに来たそうです。そして一言ね。バーヤ殿、昨夜はお仙さんのもとにお見舞いに行けませんでした。 おせんさんにすまぬとお詫びしてください。すまぬと一言。では。と言って、その方は行ってしまった。打ち入りの後ね、赤穂の老子たちは細川松平毛利水野の四家に別々に預けられました。宿へし七は水野のお殿様のところに預けられました。年が明けて梅の花が咲く季節になりました。まあ、ちょうど大体、当時はね、まあ、今だと2月の下旬ぐらいから 梅が咲くんですけども、当時はまあ年が明けて1月の半ばぐらいから梅が咲いたようなんですね。梅が咲いた。そんな季節になった。ようやく、とこから起き上がれるようになったおせんちゃん。ばあやと一緒に、水野家を訪ねるんです。けれど、水野家にいるとは言っても、エモシチは罪人のわけですよ。打ち入りをした罪人なんです。面会謝絶なんです。 水野家では門前でこのおせんちゃんを追い返そうとする。けれども、見ればおせんちゃんね、見ればその若い娘さん、病で苦しそうな様子なんです。そこへたまたまね、水野のお殿様が、ちょうど出先から帰ってくるんです。いかがいたしたええ。いや、実はこのようなことでございまして。うん、さようか。うん。あ、そこの娘、梅が見たいのなら、 小庭に回って見られたらよかろう。えうん。ただし、決してお声を出しなさるな。梅を見るだけじゃ、うん。きっとそうだわ。江持ち様に会わせてくれるんだわ。おせんちゃん涙流したそうですよ。一緒にいたばあやは、あの勝値だったおせんが、こんなにもいじらしい娘になってしまったと思って、 そしたらもう泣けて泣けて仕方がない。水野のお父様はその足で同志たちがいるね、部屋に向かいました。そしてエモシチを見つけてね、野党殿、庭に梅が咲いてございます。庭に降りてご覧になられたらいかがかと。ああ、いや、はて、ここからでも梅は見れますが。まあ、そう言わずと、ささ、庭にお出でされ。 ただし、どんなに美しくても、決して声は出してはなりませぬぞ。は。おかしなことを言うお殿様だなと思いながら、えも七が水野のお殿様のすすめに従いまして、庭に出ます。すると、垣根の向こう側に、おせんちゃんの姿がある。二人はね、互いに、 目と目をじっと見つめ合ったと言います。お互い声を出すことは禁じられてるんです。エモシチ様、心の中の声。エモシチ様、たった一言でいい。偽りの声ではなかったとお聞きしたかった。おせんちゃん、あなたへの気持ちは真実だと伝えたかった。そう言いたい。言いたいんだけど声出しちゃいけないんです。二人は目と目を合わせています。 エモシチはふと気がつくと。懐にありました紅の扇子。初めて会った時の扇子です。これを取り出しました。その扇子にエモシチは梅を一輪、梅の花を一輪ポキッと折って扇子に乗せると。当時のね庭っていうのは小さな小川が流れてるんですね。この川に扇子を浮かべて流しました。扇子は小川を ゆらゆらと漂いながら、おせんちゃんのもとに流れていく。おせんちゃんがそれをそっと拾います。一言も語ることは許されませんでした。けれど、何にも語る必要はありませんでした。二人の目と目が、心と心が、そして紅の扇子が、一輪の梅が、百万元の言葉を費やすよりも、雄弁に二人の 心を伝え合ってくれたんです。間もなくエモシシは水野の家人からお仙ちゃんの死を知らされました。お仙殿はおそらくエモシ殿の心を知りたくて、言われ切った体で無理をしてやってこられたのであろう、ということでありました。元禄十六年2月の4日、阿弘四十四死に切腹のお沙汰が下りました。水野邸においてエモシシが先んじて、 一番に短い命を絶しました。野党へもしせっぽく会釈に杉元敬。去年十八歳でありました。実はこのお話あのま,ま本にも書かせていただいたんですけども元あの元々ですね講談であったお話であったようですねでこれをあの小池和夫さんというあの,あの漫画の脚本を書かれる方ねお亡くなりになったんですかね。 小池和夫さんがこれを復活させまして、小島豪遊さんが絵にして、で、中心蔵ガインということで出版されたことがあったそうであります。そんなうなことで結構知られる物語になりました。赤殺しの物語はこのような形で四十四死一人一人についていろんなエピソードが伝えられています。今回お届けしました野党江も七にしても、野党江も七がお茶屋のおせんちゃんからキラテにキラ宝塚のケがスカいるということを、これを知った。 確認したというふうな物語のものもあれば、いや、そうではなくて別なルートでそれが分かったんだというふうに伝えているストーリーもあります。実際にあった本当の出来事があったかどうかまでは分かりません。ただ、そのような物語があり、そのような物語を見たり聞いたりして涙を流した日本人がいた。そこに日本人として共感できる精神があった。ここに、 僕は日本の持ってる素晴らしさっていうのを感じます。やっぱりね、美しい物語を聞いて涙を流したり感動する心をね、これを持っていないやつはね、人間じゃねっつーの日本をかっこよく結び大学でございました。